ごきげんよう。動画をご覧くださりありがとうございます。老健者代表講師の河合真です。今回の動画では、数理論理学に入門しようという時にどこを目標にしたらいいのか、入門の到達点とでも言うべきものを紹介しようと思います。それは一回術語論理の完全性なんですが、どういうふうに数理論理学っていうのが構成されていて、なぜ完全性が入門と言えるのか、それを紹介していきたいと思います。今日はですね、ちょっと簡易的に、ズームでこれ撮影してるんですけども、ちょっと安っぽい動画になるかもしれません。ですけど、内容は保証しますので、最後までご覧ください。よろしくお願いします。まず最初に申し上げることとして、数理論理学というのは予約語とでも言うべき、予約語が多い。つまり、日常用語なんだけど、でも使われ、普通に使われる言葉だけど、論理学の専門用語が多いんですね。で、この目標であるところの、FOL、ファーストオーダーロジックですが、の、完全性。これが、目標なわけですね。入門時の目標。入門の目標にしましょうか。ちょっと入らないんですよね。オープス。入門の目標ですね。入門の目標であるこの FOL の完全性というのは、この予約語の多さ、これに対して日常用、この目標が達成できる頃には、日常用語としての使用と学術用語としての使用を区別できるようになるはずです。で、なぜこの FOL 古典一回術語論理という、皆さん、命題論理って聞いたことあるかもしれませんし、術語論理って聞いたことがあるかもしれません。術語論理というのは、FOR、すべてのとか、ある、存在するみたいな、エグジストですね。こういうものが言語、語彙ですね。まあ、言語っていうのもテクニカルタームなんですが、まあ、言うなれば、論理式を構成する語彙です。こういうふうに、ものの数というかですね、すべてのものがどうとか、何かが存在して成り立つとか成り立たない。こういうふうに、量化というんですが、量化を扱えるのが術語論理です。で、命題論理の場合は、非常にこれが単純化されてしまうので、完全性が単純化されてしまうので、あまりこう、数学的に完全性って何だろうってわからない。それに対して、術語論理の完全性っていうのは非常にこう、難しい分ですね。どういう現象が起こっているのかっていうのが掴みやすいと思うので、私は FOL の完全性、まあ、術語論理の完全性っていうのが、目標としていいんじゃないかと思ってるんです。まず、論理学をやるとき、論理学、まあ、論理体系を作っていくわけですね。今見て、古典論理。これも術語と命題に分かれたり、直感主義論理。これが術語と命題に分かれたり、様々な論理があります。で、まあ、我々は論理体系っていうのを作って、その証明能力、どんな論理式を正しいとして正しくしないとするかとかっていうのを調べていったりする。まあ、これが大雑把なモチベーションなわけですが、論理体系を作る際に、大事なこととして、まず、要するに文法を定める。どういうものが論理式で、どういうものが論理式でないか。つまり、文法的な論理式というのは、命題とでも言うべきものを数学的に表現したものですが、その論理式の文法的な正しさをまず決める必要がある。で、文法的な正しさが決まってから、初めて意味的な正しさっていうのを問えるようになるわけですね。で、まあ、それは日常言語でもあることで、例えば何でしょうね。まあ、鋭い緑が眠るなんていうのは文法的には正しいかもしれないけど、意味はない。ナンセンスだとか、そうですね。僕はメガネを、河合真はメガネをかけていないっていうのは文法的には正しいけど、今この場合において意味的には正しくないわけです。それに対して、メガネ、シン、かわいいです、みたいなのは文法的にも正しくないわけですね。なので、そもそもこういうのは、まあ、言語学というか、国語の世界から、非文なんて言ったりしますけど、文法的な正しさと意味的な正しさの区別がある。これは論理学の世界でも同じわけです。だから、こういう記号を見たことがあるかもしれませんが、
否定とか。そうすると、例えば否定またはみたいな風に書くと、これは文法的に正しくない。否定またはアルファみたいに書くと正しくない。まあ、これはどういう風に決めてるかっていうお約束の世界なんです。で、意味的な正しい、まあいいでしょう。これはちょっと赤で、ハイライトでやるみたいにして。なので、まずこの区別が大事になってきます。こういう区別を意識したりとか、その日常的な感覚でやっぱり論理的な正しさっていうのはある程度扱えてしまうんです。あくまでも数理論理学っていうのは数学ですから、その数学的な言葉の使い方と一緒で、数学的な意味を写真された対象であることをちゃんと身につけられるのも完全性の証明を通してかなと僕は思ってますね。で、この話をさらに続けていくと、完全性とは何ぞやという話に入っていくわけですが、言うなれば、まず下のレイヤーに、ここに書こうかな。文法的な正しさというのがあります。文法と書いておきましょう。こういうのを、構文論とか、つまり文法的な正しさを議論することを構文論とか言います。で、それに対して、意味的な正しさっていうのが上にあるわけですね。レイヤーとして。意味、漢字項ですね。意味的な正しさというのが上のレイヤーにあります。モデルというものを使ったアプローチがあります。モデルを使ったアプローチっていうのは、論理式の意味を解釈して、そういう数学的モデルを作り、その論理式の意味に従って、また数学的モデルを作り、論理式が正しいかどうかを判定する。そういうアプローチ、モデルを使ったアプローチ。もう一個主なアプローチとしてあるのが、証明を使ったアプローチ。これは逆に論理式の意味を考えずに記号列として、その論理式を構成する記号列を証明自体も、数学の証明自体も記号化して、作り上げていって、証明が作れたら正しいという発想ですね。で、こっちは正しいことを確認するのに強いです。というのも、証明があれば実際に正しいというか、数学の日常的な直感と一緒ですよね。数学の日常的な直感においては、一回証明できたことは覆らないっていうふうに我々は考えている。それに対してモデルを使ったアプローチっていうのは、意味を解釈してあげるんだから、あげた数学的対象を作るので、実際にそれが成り立たないものを作るっていうことが得意だったりする。こっちは判例を作るのが得意なんですね。で、まあ実際今、ちょっとこぼれ話ですけど、判例構成100本ノックっていう教材を作成中でして、まあ、近々リリースできると思いますが、公開できると思いますが、まあ、証明の方が論理式の正しさを、証明を自然液100台のくて証明を扱った教材作りましたけど、こっちで正しさを保証する問題集だったら、こっちはこっちというか、判例構成っていうのはモデルを使って論理式が正しくないことを示すっていう、そういう問題集になっています。今、正しくない論理式をいっぱい作ってる最中です。で、だけどまあ、どっちも正しさの保証っていうのはできる。こっちも正しさの保証っていうのはできるわけです。でこの正しさの保証っていうのを、がいくつかあるわけですね。こう複数あるわけです。で、これが一致してます。ちょっと色変えましょうかね。一致してますよっていうのが完全性。まあ正確にはこの方向によって健全性と完全性というふうに分かれるんですが、まあ一言で完全性ということが多いでと思います。両方向成り立つときは、完全性と一言で言います。で、まあ、特に、FOL、一回述語論理、ファーストオーダーロジックにおいては、完全性が両側成り立つことが知られています。で、この証明を使ったアプローチによる意味的な正しさ、モデルを使ったアプローチによる意味的な正しさが一致することを完全性と言います。で、これを証明するのは非常に難しい。まあ難しいというか非常に証明が長いんですね。まあそこまで行くと、まあ最初のボスを倒したぞみたいな感じで入門の終了かな。入門が
できたかなと思います。まあ、さらに言うとですね、不完全性定理に関する大雑把な理解、これが伴うといいと思うんですが、不完全性定理の理解にはメタとオブジェクトの区別であるとか、計算の、まあ、メタとオブジェクトの区別は完全性のにもいるんですが、まあ、よりそれがタイトに必要になり、さらに計算論の知識も必要になってきて、ちょっとこう、広く入門というにはハードルが若干高くて、実際例えばですね、教科書でよく論研として採用している鹿島亮先生の数理論理学という教科書は、5章までで完全性を、1回述語論には完全性を扱うんですね。それなので僕の考え方と非常にマッチしてるなと思って採用してるんですが、まあ、そういう構成の教科書多いです。で、不完全性定理は触れてない教科書もあれば、鹿島先生の方は6章で触れていて、ただし、ちょっと概略的に触れているだけにとどまります。やっぱりですね、その計算論の知識が必要になったり、そのよりタイトなメタとオブジェクトの区別が必要になったりしてくると思います。不完全性定理に関しましては、今、ちょっと授業動画の作成が滞ってますが、不完全性定理への12項という連続講義を論研者でやってまして、まあ、そのうちアーカイブ販売もしようと思っております。その、予告も兼ねた別の動画でちょっと解説させていただこうかなと思っています。と完全性というのが証明を使うアプローチ、具体的なモデルを使うアプローチの両方の正しさの一致、意味的な正しさの一致っていうことを主張していて、この複数の正しさへのアプローチ、意味的な正しさのアプローチがあることと、それの一致を考えるっていう、この構成を知っていただいた上で、完全性の証明を見ていく。それを通して、数理論理学で必要になってくる、いくつかのポイントですね。例えば、それこそ、文法と意味の区別。正確には的な正しさがつくわけです。文法と意味の区別であるだとか、モデルを使った、モデルと証明にしましょう、ここも。モデルと証明を使った正しさへのアプローチの区別とか、のですね。とか、その日常的なですね、感覚の写生。写生って漢字書けるかな？日常的な、つまり、日常的な意味とか、推論への、感覚を、写生。こうですね。感覚の写生ですね。感覚の写生。こういうポイントが大事になるわけです。最初に言った通りに。で、これを身につけられるのは、やっぱり完全性の証明を通して初めて身につくものじゃないかなと思っています。完全性が重要だよっていう話をさせていただきました。はい。ということで、動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画面白かった、ためになった、論研者応援してるよ、河合慎応援してるよってことは、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、それでは、バイバイ。